最初の10分間全然稲見乗りなくて、パッて来たレギュラーのセット乗ったら7点出たって感じです。本当にとっても嬉しいです。初戦も優勝できて、2戦目は悔しく2位になったんで、今回の3戦目結構気合い出て臨んできて、いっぱい練習してきたんで優勝できてよかったです。まあファイナルまでうまいことグリムライディングできたんで、そうです、よかったです。いい波は何本か来るって信じてやって、まあ自分のところにいい波が来て、それで勝てたって感じです。今シーズンの目標はこの JPSA のチャンピオンを取ることと、あとは世界の方の試合もいっぱいあるので、それで名前を世界にもっと残していきたいです。おめでとうございます。優勝者の頭から見せてください。